どうも、AD 藤本です。冬場のヒルクライムですね。頂上までこう登っていって上でちょっと休憩してる間に体が冷え切っちゃってもう下るのが地獄みたいな経験したことありませんかね。そんな経験をしたあなたに救世主、メリノール素材の凄さについて今回は語りたいと思います。メリノールって一体何と思われた方も多いと思います。メリノールとは、ニュージーランド製のメリノ種という羊の毛を 100% 使用した衣類のことです。で、このメリノール、どういいのか、簡単に説明したいと思います。メリットその1、大量の汗をかいても汗びえしません。一般的なスポーツアンダーウェアは基本的には化学繊維で作られており、吸汗速乾性が非常に高いです。しかし、吸汗、汗をかくことですねに対して、速乾、汗が乾くことが追いつかない場合、生地に染み込んだ汗の冷たさが肌に伝わり汗びえを起こします。メリノールは天然素材で作られていて、生地が、汗や雨を吸い込んでもその冷たさは肌に感じにくくなっています。つまり大量の汗をかいたとしても汗冷えを起こしません。なので、ロードバイクユーザーのアンダーウェアとしては、非常に優れているんです。メリノールのメリットその2、冬は暖かく夏は涼しい万能素材です。これに関しては本当に簡単に説明します。羊さんは、夏も冬も毛で覆われていますよね。それでもどんな時だって心地よさそうな顔をしていますよね。つまり羊の毛で作られたメリノールは夏も冬も快適なわけです。メリノールのメリットその3、消臭効果が非常に高いです。メリノールの消臭効果は化学繊維で、消臭効果を謳っている製品とは、比べ物にならないぐらい効果が高いです。化学繊維は汗を吸収しやすい分一緒にアンモニアなどの臭い物質も吸収してしまいます。そのためどうしても嫌な匂いが出てしまいます。これも羊さんで考えていただいたら分かるんですけど、羊さんお風呂に入らないですよね。でも羊さんってそんなに臭くないですよね。僕もあんまりその羊さん近くで匂ったことはないんですけど、はい、臭くないと思います。羊さんの話はさておき、メリノールは自転車を乗る方のアンダーウェアとしては、もうこの上なしで、それらのメリット、メリノールのメリットですねを考えると、普段着にももちろんいいですし、旅行用の服としても大変優れているのではないかなと思います。シルベストサイクルにある、メリノール製品も、少しだけ紹介させてください。まず1つ目、セイスカイオンロング T シャツ。これならねデザイン的にも、普段着としても使えますし、街乗りユーザーにも大変おすすめです。ピセイの、ウィンターメリノウールソックス。ライド中に足先が温かく保てるのは本当に嬉しいですよね。アウトウェット製品のアイランダー、実はこれ持ってます。で、メリノールのメリットはもちろん、伸縮性に大変優れているためボディラインにしっかりとフィットしてアクティブなシーンでも大活躍。大変便利なメリノール素材のウェア、シルベストサイクルにて販売しておりますのでぜひご来店ください。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もぜひお願いします。チャンネル登録をするメリット、次回の動画を見逃さない、過去の動画も遡ってご覧いただけます。
ャンネル登録数が増えると AD 藤本のやる気もどんどんアップしていきますので、ぜひ登録してください。さよなら。